はい、こんにちは、タケチャンネルです。今回もですね、タミヤの24分の1フィアットチンクエチェントエッフェの制作の続きやっていこうと思います。はい、で、前回の動画でリアサスペンションとエンジンの組み立てをやりましたんで、今回はフロントサスペンションと内装の組み立てをやっていこうと思います。はい、なので、そんなに部品点数多くないので、そんなに長くはならないと思いますので、よろしければ最後までご覧ください。というわけでやっていきましょう。はい、では今回は、フロントサスペンションと車内ですね、の組み立てをやっていこうと思います。はい、というわけでまずね、サスペンションフロントサスペンションから組んでいきましょう。で、塗装はもう全部終わらせてあります。といってもフロントサスペンションは全部真っ黒なので、もう全部切り出してゲート処理したら、全部黒サフで塗装してあります。なので、これを所定の場所にセットしてあげて、接着剤で接着と。よいしょ。ね、接着してあげます。よいしょ。これね、このサイズの車なんですけど、フロントダブルシボンなんですよね。なかなか上等な足回りをしております。で、前に作ったね、12分の1の板レリの時は、フロントサスペンションはね、こう焼き止めで固定し止めた上で、フロントのね、ステアリングがね、シャフトと連動してるっていうギミックがついてたんですけど、そこはね、もうこのキットの場合は潔くオミットされてます。なので、もういつものタミヤのキットのように、こう左右のナックルとタイロッドをくっつけてあげたら、ここにセット、ここにセットしてあげて、で、上からこのパーツで押さえてあげると。これね、チンクってフロントサスペンション、フロントはね、ロアアームがリーフスプリングを兼ねてる、逆か、リーフスプリングがロアアームを兼ねてるんですよね。なんでちょっと面白い構造になってます。フロントのいわゆるロアーム、一般的にロアームって言われるものはつかないんですよね。で、このリーフスプリングの端っこがロアームになってるっていう形なので、ちょっと独特な構造ですね。なんか微妙に入らない、よし、入った、よし。よし、こういう形、こういう形でフロントサスペンションが完成になります。こういう形ね。これがね、板バネになってるんですよ。板バネになってて、で、ここで、動かないように押さえてあるんで、この板バネがここでしなることでスプリング効果を出しつつ、ロアームの働きをしてるっていう形になってますね。はい、こんな感じ。ただ形的にはダブルイッシュボーンなんで、なかなか贅沢な構造になってるんじゃないかなと思います。はい、そしたらフロントサスペンションはおしまいで、次に内装を組んでいくんですけど、内装の方もね、塗装は全部終わらせてあります。で、シートは、これもね、依頼者さんの、
車のカラーに合わせて、まあ、ワインレッドというか、まあ、フィニッシャーズのマルーンっていう色ですね。フィニッシャーズのマルーンっていう色で塗装しました。だいたいこんな感じの色なんですよね、うん、フィニッシャーズのマルーンで塗って、セミグロスクリアプレミアムでツヤを抑えたっていう感じの色にしてあります。実写を見た上でこれぐらいの色合いとこのぐらいのツヤ感だったのでこれで OK でしょうということで、こんな感じにしました、はい、でこれが固まるまでの間に先に、センターコンソール、センターコンソールをここにセット、ここにセットして、ここね見えなくなる箇所でねちょんちょんと接着、こういう感じにしてあげたら、次にダッシュボードを組んであげましょう。でダッシュボードはねこんな感じで塗り分けをしてあります。でメーターの部分、メーターの部分はちょっとクリームがかった白なので、EX ホワイトに純色イエローをほんのちょっとだけ混ぜて、この色にしてあります。でここにステアリングを、ステアリングのシャフトをつけて接着、あつつつつつ、でその横にこのブレーキとクラッチのペダルですね、ブレーキとクラッチのペダルを接着。アクセルペダルはねあのシャーシの方にモールドされてるんでここにはいないです。こういう形でつけて、でステアリング、ステアリングもね、メーター周りと同じ、クリームがかった白ですね。こういう感じ、こういう感じでダッシュボードを組んであげたら、さっきにシートつけた方がいいかな。ちょ、したら、ここにシートを固定と。こういう感じね、こういう感じでシートをつけてあげたらここにダッシュボードが見せた、さっきこれつけたらあかんや、しくった、さっきダッシュボードつけないとダメでした、ごめんなさい、見せたぞ。ダッシュボードの上にセンターコンソールが乗っかるんですね。よいしょ。したら、
まいちダッシュボードが乗る位置がよくわからない。こうかな。で、ちょっと一回外して。ちょっとね、不安があるからボディを一回かぶせてみてダッシュボードの位置を確認しましょう。これダッシュボードとね、ボディが当たるんで、当たる位置に来るのが正解なんですよ。当たる位置に来るのが正解なんで、この位置をちゃんと合わしといてあげないと、後でねボディがつかないってことになるんで、うん、OK だな。よし、OK。この位置でね、ちょっと、ね、説明書で、説明書だとね、ちょっと分かりにくいんですよね。なんで、この位置。ここの、この突起の上側ですね。突起の上にダッシュボードが乗っかる感じで固定してあげると。でもう一回シートを付け直し、はい、こんな感じで付けてあげます。でこの後ろに、このバルクヘッドのパーツで、バルクヘッドのパーツもここ微妙に角度が動くんですよね。こう明確に位置決めっていうのがあんまりないんですけど、ここの突起の後ろにピタッと合う位置でつけてあげるとボディに当たらずに綺麗に締まるので、ここで接着と。こういう感じ、こういう感じ、ほぼ直角に近い角度で取り付けてあげたら、この前に、リアシートがつくんだけど、もうつけて大丈夫なのかな。順番はどっちでもいいのか。はい、そしたらここにリアシートをセットして、リアシートも接着と。なんかやったら指に油がついてるな、なんでやろう。顔とかを触った油かな。なんかシートがめっちゃテカってる。ちょっと後でこれ拭いておきます。よいしょ、こんな感じでシートをつけてあげます。この油が気になるな、うん、よし。はい、そしたらあとこのサイドのパネルですね。サイドのパネルをここにセットしてあげて、どの位置、こうでいいのかな。ここで接着。こんな感じで接着してあげます。でちょっと運転席側の方はね、後でちょっと写真を撮ってから
取り付けるんで、今の時点ではちょっとつけずに置いておきます。こんな感じね。はい、そしたらこれで、フロントサスペンションと内装の組み立てが終わったんで、とりあえず今回の動画はこれで終わりにしようと思います。こんな感じ。はい、そしたらね、ここまで完成したんで、次の動画では、ボディの仕上げですね。ボディの仕上げ、まあ、表面ちょっと軽く磨いて、ガラスだったりとか、まあ、小物類をつけていくっていう作業をやっていこうかなと思います。小物類つけるの最後かな。次の動画では仕上げとガラスの取り付けとかその辺かなをやっていこうと思いますので、まだ続きが見たいと思っていただける方はですね、下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録よろしくお願いいたします。あといいねとかコメントとかいただけると非常に励みにもなりますので、ぜひよろしくお願いいたします。外れちゃった。はい、というわけで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。